イーストエンドの生産未一体墓地にあるクルフォードの破壊し、ジャック・クルフォードはイギリス東部サンダーランド生まれのイギリス海軍の水兵、キャンパーダウンの英雄として知られる。ジャックは1786年11、12歳の時にサウスシールズでペギーの見習い船員となるまで石炭積み込み妊婦だった。1796年に イギリス海軍に強制重宝され、北海艦隊司令長官、アダム・ダンカン帝の下で、軍艦、ベネラブルで勤務した。ベネラブルは1797年10月11日のキャンパーダウンの海戦で、ダンカン帝の帰還であった。戦闘において、ベネラブルのマストの提督機を掲げた部分が倒された。提督の旗を下ろすことは、降伏を意味しており、 意図的ではないにせよその落下は、受け入れがたいものだった。激しい砲撃が交わされていたにもかかわらず、クロフォードはマストをよじ登り、旗をマストの先端に釘付けにした。ロンドンへの凱旋の後、彼は、ジョージ3世に正式に召し出されて、年に30ポンドの政府年金を貸しされ、また、サンダーランドの市民から、銀のメダルを贈られた。しかしクロフォードは、 叫びたりの生活に陥り、メダルを売り払わざるを得なくなった。彼は1831年のこれら流行の際の2番目の犠牲者として無縁墓地に葬られた。19世紀の終わり頃になって、キャンパーダウンの英雄への関心が蘇り、1888年にはサンダーランドのホーリートリニティ協会の墓地に彼の墓石が建てられた。そして2年後、 現在市民センターのある場所の向かい側にあるモーブレー公園に記念碑が建てられた。モンウェアマスには彼の名を取ったジャック・クルフォードという名のパブがあり、建物の横に彼の彫像を飾っていた。そのパブは第二次世界大戦で破壊されたが、その彫像は取り外されて現在サンダーランド博物館に展示されている。メダルも現在博物館に置かれている。 クロフォードの英雄的な行動についての疑問が外部から提起された。しかし、クロフォードが志願でなく命令されてマストに登った、あるいは彼が酔っ払っていたと考え得る証拠は彼の故郷の人々によって無視された。アメリカ人のシェディ・ホールマンによって書かれた本はサンダーランドの市長から批判された。だが、地元の歴史家、ウィリアム・コーダーも1890年代に すでに批判を行っていた。コーダーは、クロフォードのことをほとんど評価しなかった。彼は、信頼できる目撃者によって、クロフォードは酔っ払っており、命令なしで行動し、よってそれは本来は、軍法会議にかけられるべきものであったことが、報告されていると言った。さらにまた、他の人が、美しい破壊師と称した1888年の破壊士を、 嘆かわしい記念碑として切り捨てた。ありがとうございます。